信行は天守閣にいる。約束。何よりも強い絆か。親父殿の言う通りだったな。お前は俺に追いついた。お待たせいたした、兄上。ああ、ずいぶんと待った。親父殿がお前を待てと言った。故に待っていた。兄上は親父様との約束をしかと果たされた。なれば次はそれがしの番にござる。お聞きくだされ、兄上。父正幸がこの雪村に託した兄上への言葉を。背中を追うな。前を行く者の背中を追わなくてよい。誰かの後ろ姿を探さなくてよい。親父様はそう申された。背の追うな。兄上は先頭を行く者だと。前へと進み、道なきを切り開き、大地を踏みしめ、皆が通ることのできる新しき道を作るものだと親父様は申された。兄上、あなたは誰とも道をたがえてなどいなかった。ましてや進む道を誤ってなどいなかった。ただ見るべきものを見ていなかった。それは兄上の前ではなく後ろにあったのです。振り向けばそこに見るべきものがあった。あなたの背中を目印に歩く人々の姿が、あなたの作った道を歩く人々の顔がそこにある。あなたが見るべきは誰の背中でもない、後に続く者たちの顔でござる。後に続く者たちの顔。俺は今お前を見ている。親父殿に言われた通り、お前を待ち、俺の背に追いついたお前の顔を見ている。では俺がこれまで見ていたものは何だったのだ。俺に見えていたのは何だった。そうか、俺が見据えていたのは、俺が見たいと願った巨像、偽りの背中だ。俺は己を騙していたのだ。先へ、ただ先へと迷わず突き進むために。親父殿はそれを気づかせようと申されたのだ。俺に雪村を待てと。親父殿、親父殿、真田誠の者の不成り。
雪村、俺は立ち止まることを恐れていた。おたりとも立ち止まることなく道を大股で急がねば、最も恐れる者に追いつかれてしまう。それには何者も打ち勝つことができない。信長も秀吉も信玄公も親父殿もそれに敗れた。死だ。俺は死を恐れていた。いや、何事もなすことなく道半ばで倒れ消えゆく、それを恐れていたのだ。故に俺は先を行く者の瀬名を探し求めた。決して追いつくことのない後ろ姿を。だが俺の目に映るその姿はいつしか己の恐怖が生み出した幻へと変わっていた。愚かだ。俺には誰の姿もどのような景色も見えてはいなかったのだ。しかしこれより先は違います。ああ、そうだ。俺はこれから様々なものを見る。今まで見えなかったものを、人を、景色を、そして心を。今の兄上にならば託せまする。それがしが道々拾い集めて参った数多の心、我が六文銭に宿る戦国を生きた者たちの熱き声。捨てる者、消えゆく者、弱き者、小さき者、生ける者が忘れ去らなければ彼らも生き続ける。記憶に刻み、心に抱き、先へと連れて行ける。その足が踏みしめる道こそ誠なる真田の道。彼らの声は新しき時代にこそ必要でござる。戦国の世を二度と繰り返さぬために。雪村、お受け取りいただけまするか兄上。ああ親方様直伝ゆえ、ちと手荒くなりますぞ。この信行受けて立とう。力ばごめん。うわあ、くりゆるけむろ。雪村！何？雪村！何？受け取りくだされ、兄上！あ、これがお前の抱えているものの重さか。この六文銭は真田を継ぐ者が持つべきもの。それがしにはいささか重すぎましてござりますれば。さて、これでようやく肩の荷が下り申した。どこへ行く雪村。それがし、ただの雪村に戻りましてござる。
なればこの戦国にただ一人の武人として戦ってみとうござる。待て雪村、俺は重さを痛みを知った。今の俺とならば共に歩めるはずだ。兄上が共に歩むはそれがしではなく徳川殿にござる。寝そべりゃ誰の目にも映るもんがある。親父様の最後のお言葉にござる。さらばでござる兄上。雪村、100年にわたって続いた戦国乱戦、その一つの時代が一人の男の戦いの中で幕を閉じようとしている。